どうも、パパカライフケンジでーす。いやー、ご無沙汰でございます。3月のね、S6 バージョン Z の、ごたごたした時の動画以来です。いや、仕事が忙しかった。私の仕事、2月後半から3、4ってかけてね、もうピークなんですけど、やっとね、少し落ち着いてきました。で、この日はゴールデンウィークだったんですけどもね、やっとね、1日時間が取れたんで、もうね、この仕事が忙しくて洗車ができなくてもうすごいことになったのでね、洗車をしていこうと思います。と言ってもね、実はこの後というか洗車始めてすぐに雨降ってきて、うわーどうしようと思ったんですけども、あまりに汚れがひどかったんでね、洗車をね強行することにしましたでもね、雨降ってるんですごく簡単に汚れをね落とすことだけを目的にしてやっていきたいと思います。さあ、もうこの時点でね、先に水を大量にかけてあります。なんでかっていうと、4月中何回も高速をね仕事で走ってフロントに虫が固着しておりますので、その虫をねふやかすために先に水をね大量にかけてます。で、高圧洗浄で大まかな汚れを落としていきます。もうここ今ね、指でちょこちょこした虫汚れですね。フロントは入念にね高圧洗浄で汚れを落としていきます。ある程度はね虫汚れ落ちたんですけど、やっぱりね、固着しちゃったものがあったので、なかなかねしぶとい虫が虫汚れクリーナーもね持ってるんですけど、まあいけるかと思ってそのまま行っております。あ、そうだ、 S6 3月でオーダーストップになったじゃないですか。皆さん買いました？ S6 もう全モデルがねストップになりましたけど、ちなみに私ね、モデュール X バージョン Z 現実的にね、厳しいと言ってたんですけどね、抑えましたバージョン Z まあこのねアルファがもう買い取り価格とかでも高騰してるんで、まあその差額がだいぶ抑えられるということをね見越して、抑えちゃいました。さあ今度はね泡をねかけていきます。汚れがひどいんでちょっと多めに泡をかけて汚れを浮かしていきます。使ってる洗剤はオートブライトダイレクトのスーパーフォーム。もうねホイールタイヤホイールハウスの中も全部これでやっていきます。ああでいつもこの洗剤作るところを映したいんですけど、なぜかいつもねカメラスイッチ入ってないんですよ。いや今回もね、カメラのスイッチ入ってないね、ところで、もうこうね、撮ってる感じでね、一人でやって悲しくなってました。さあ、泡はしてる間にね、細部洗浄していきます。もうね、この時点で結構雨降ってきてるんでね、もう急いでね、やっていきます。いやー、本当はね、ゆっくり洗車を楽しみたかったんですけど、そんな余裕はなかった。いやー、私のスマホのね、天気予報アプリだと、この日一日曇りだったんですけど、ね、それ前日に見て、で、これ洗車始めた後か、家族に雨降るよって言われて、えっと思って、もう一回天気予報見たらね、降水確率上がってました。横の細部洗浄はね、この窓の縁のとこが楽しい。こうやって泡をね、泡がなんていうかな、こうボフボフとなるというかね。わかりますこれ。これが楽しい。ドアハンドルの中もね、汚れ溜まりやすいんで、ちょっとね、ハンドルを引いて中をね、こうクリクリね、やっていきます。S6 の細部洗浄、ここですよ。リアが一番楽しい。楽しいんですけど、楽しむ余裕はなかった。残念。あ、このねエンブレムのね、
中とか、あとこの文字 S660 っていうね、こう今やってる文字の中、こういうとこでスケール汚れたまりやすいんですよね、あの水垢なんでね。あのかあワックスボッシュの川上さんなんかまで使ってらっしゃるんですけど、あの天然系の酸性クリーナーで、まあ酸性なんでね、まあ、水垢汚れをとか落とすんですけど、それがね今欲しい。川上さんはあれ今何使ってたかな、シトラスパワーかな。で私もね今シトラスパワーか、あとはビューティフルカーズさんの果実酸クリーナー、ああいう天然系のね酸性クリーナーをね買おうかなと思っております。給油口の中もねしっかり洗っていきます。いやこのディテーリングブラシ安くて毛先柔らかくていいんですけど、最近ね場所によってはちょっと腰が物足りないなーなんてね思ってます。もう一本買おうかな。さあそしたら、今度はねすすいでいきます。泡でね、浮かした汚れとともに泡を流していきます。といってもねもう一回やるんでサッとです。で、スノーフォーム残っているので、これでそのままね、洗車をしていきます。いつもだったら洗剤変えてたんですけど、よくよく考えたらこのスーパーフォームって中性なんで、そのまま使っちゃってよくねと思って、まあ、今回ね、雨も降って時間もあれなんで、同じものでやっております。あのオートブライトダイレクトのもう一個のねマジフォームの方はあっちはアルカリ性なんで、まあ、この本洗車っていうのかなのところでも使っちゃうとやっぱねボディにまあ中しろ良くないのかなとは思うんですけど、まあこれ中性なんでねそのまんまやっていきます。同じもんでやっちゃった方が楽なんで。そしてね、フォームガンあらぬところからね上下に水が飛び出している。いやボルトが緩んだっぽいんですけど、まあ安物なんでね、まあこの時ね締め直しとかはしなかったんですけど、ボルトのまあダメだったら買い直しですかね。いやせっかくカプラーとかいろいろ揃えたんですけど、さあ泡をかけてね、今度は本洗車ムートングローブで泡を洗っていきます。ある程度こう洗ったらね、左下にバケツあるんですけど、バケツでね汚れを落として、汚れを落としてというかねムートングローブ一回洗い直して、どんどんやっていきます。でもこの時点でやっぱ結構もう汚れ落ちてますね、高圧洗浄と予備洗浄で。いやー皆さんゴールデンウィークゆっくり休めましたか？私微妙というかバタバタしてましたね。まだねその繁忙期の余韻じゃないですけど、結構電話がね来たり、まあ実際仕事に出た日も2日ぐらいあったのかな。いやでもね、まあこんな時期ってどっちにしろあんまり出かけられないんですけどね、子供がかわいそうで、でこの洗車した前日すごい天気良かったんでね、お弁当買ってちょっと広い公園に行ってピクニックを少ししてきて、いやー今年は出かけられなかったな。まあこんな時期なんでね、まあ家でおとなしくしてたんですけど、まあといっても仕事してたんですけどね、悲しいことに。さあこれでね、全体を洗車したらすすいでいきます。ちなみに今回ねタイヤとかホイールハウスはね何もしないというか泡の力に任せました。もうねボディの方があんまり汚れがひどかったので、もうそこだけ落とすようにね。いやーでもねすっきりしましたよ。さあこれでねちょっと今回ね試してみたことがありました。高圧洗浄ガンのね洗浄ガン
の先端を取ってこう流水にします。でダーッとかけていきます。これ何をやってるのかっていうと、他の方のチャンネルで見たんですけど、吹き上げ前に大量の水をかけることによって強制浸水状態にしてこう水をスーッと引かせて吹き上げを楽にするっていう方法なんですけども、これ分かりますかね、撥水してるんですよレインドロップ成功してあるんで、でそれがまだ残ってるんで全然浸水しないということで、あまり意味がありませんでした。また今度ねやってみたいと思います。ちゃんとコーティングとか落として、で、水を切っていきます。使ってる、クロスはね、ムササビクロスっていう大判クロスです。これね、角、四つ角にこうね指をかけられるとこがあって、なかなかね使い勝手はいいんです。でも最近ちょっと吸水力が足りないかなと思っております。 S6 サイズでまあギリギリかな。もう一台のねステップワゴンなんか洗車するとね、これ1枚じゃ足りないです。まあ絞るにもちょっと絞りにくいんでね、まあ大判クロスもう1枚欲しいなと思って、買ったんですけどね、まだ、この時出しておりません。スプラッシュジャパンかな、これ前々から気になってて、ワックスウォッシュの川上さんのね、Vlog の方のチャンネルでも紹介されてて、まあ、買ったんですけど、ちょっとまだ使ってないんでね、どんなもんか、まあ、でもね評判は良さげなんで、ちょっとね楽しみです。さあ水切りもね、いつもならもっと丁寧にやるんですけど、もうパーッとです。だって雨降ってるんですもんさあ雨にちなんでレインドロップをね成功していきたいと思います。まあ、すでに成功してあるんですけども、再度ね成功していきます。まあ、雨の中こういう簡易コーティング施工するってどうなんすかね。なんかこう雨のミネラル分というかね、大気中の汚れなんかも一緒に施工しちゃうのかなっていうのをちょっと心配しつつなんですけど、まあ、一応ね、まあ、施工はしておきます。ちなみにね使ってるこの緑のクロスはキーパークロスです。こういうね吹き上げ系の、クロス結構いくつも試したんですけど、このキーパークロスが一番使い勝手がいいかなと思っております。厚さとかこのサイズ、この取り回しがいいというかね、サイズ感もちょうどいいで、今これ絞ってるんですけど、保水力吸水力すごいんですよ。なんでね、これを洗車の時はもうずっともうこれかな、毎回使っております。これ結構おすすめ。他のクロスだとね、あの大きさとか厚さがあってちょっと使いづらいというか大きすぎる。まあその点キーパークロス、これ四つ折りにすると結構ちょうどいいんですよ。で吸水力もあるんでね、吹き上げにもいいし気に入っております。さあレインドロップもなんですけどね、ちなみにこのレインドロップ、去年の12月かな、ソフト993のツイッターキャンペーンで当たってねいただいたものです。やっぱねレインドロップ評判いいだけあってね、いいです。で S6 にこれ施工するのが4回目ぐらいなんですけど、もう終わりです。 S6 サイズで4回、そしてこの水はじき、なかなかに気持ちいい。水がねこう当たった瞬間パーッとね、撥水する。上から見るとこんな感じ。もうこれで雨の中施工して、もう直後ですよ、施工してもう速攻ですね。なんか瞬間撥水みたいな歌い文句だった気がするんですけど、確かにですよね、瞬間撥水してますよ。いい感じ。でももうこれでねレインドロップも終わっちゃうんで、次何しようかなと思ってるんですけど、ワックスかな。さあそしてね、洗車終わった途端に雨が止むっていうまあ悲しいあるあるですよね。
いやーでもね、すっきりしました。あの砂ぼこりとかでね、なんかもうこのね白がもうくすんでたんですけど、もうさっぱりね輝いております。いやーもう雨がね残念だったんですけど、でもよかった、洗車できて雨水もねいい感じに弾いております。さあこんな感じでね、今回の動画は以上となります。超簡単な洗車動画でした。仕事もねそろそろ落ち着いてくると思うんで、また、動画投稿ね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。もう一回吹き上げかな